さてと、実はね、アスカの、住んでる家は、その、実家はね、一戸建ちのマンションは、お姉ちゃんの時って、うちアスカの人生を今回、検証してた時に、検証転職したときに、というか、要するに、樹木とかがあって、一戸建ての古い旧家に住んでるバージョンは、うちのバージョンか、あやさんね、佐藤家。で、田中マンションちょっとこに住んでるのはもう、佐藤が、アスカにか、妹アスカに関係ないから、田中マンションに加藤が住んでて、まあ、佐藤、うちのね、うちが佐藤の娘だけど、佐藤、本に立たず前に、部屋の中の、間取りが似てるのかな、だから言うと魔術使うのかもしれないからね、佐藤でね。加藤は魔術そんなに上手じゃないような気がするよ。装置魔法多いからね、加藤ね、やっぱり、ね。で、そうそう、だからその、アクティブ魔法少ないよ、加藤。うちはアクティブ魔法多いでしょ、武道っぽいから。ね、加藤は、武道と魔術を切り離すんじゃないかな。で、魔術の方はもう、焼き物町の始めるんですけど、装置魔法多いですね、加藤。まあ、職人やからね。うちはだからその、職人の作った道具をちゃんと使いこなす方の、武道っていうか、まぶ、なんていうか、まぶ道。まぶ道。そう言ったらいいやろな。まあまあ、今名前はね、こうなった。純粋魔法言うと、武道の方でも説明するちゃうかなと思ってます。まあ、純粋魔術です。ね。加藤だからその、純粋魔術って用語を使ったら分かりにくいでしょ。まあ、純粋魔術って武道系やねん。武道が達者じゃないと、習ってなくてもな。武道の身の動き方ができないと。要するに、分かってないと。何かって気が読めないと、純粋魔術はもちろん使えませんよ、ってことね。で、気にやられたらいいでしょ。だから、気に勝つ。この訓練が長いねん。大抵気に負けちゃって、使われる。魔術師に使われちゃう。大抵の人。うちもその時代でしたね、言ったけど。あ、みんなで長いじゃん、そらな、ここまで来るの。めっちゃめっちゃ長いじゃん。だからみんなも、うちに拮抗するぐらいの魔術師になるためには、うちよりもっと長く苦労する必要あるんちゃう。うちはまだ楽でしょ。そのから転生は引かない。日向さんの転生できるし、うちに拮抗しようとしたらあなたの転生もできるわけです。しんどい、だからやろ、うちが。うちに立てつくやつの人生を転生したのは多分。ナンセンスやけど、シャーマンな、だって主やなんか、マテロジーとか、そういうの。みんなが、うちを侵食するからこんなことになるし、うちのこと敵視するからこんなことになっちゃうの。うちの細胞でうちのこと敵視するから、がん細胞みたいな。実はそうなのか。だから、うちの皆さんに対する対処は、ほとんどがん治療みたいな対処してるやん。とりあえず切って切ってって方は、がん治療ちょっと似てるんだよ。西洋薬使うんだけど。それで、ハーブあるの。発酵。この3つ使う。そしたら、西洋のその外科的なやり方っていうのは、魔術だけで十分ね、まあ、基本は。で、西洋次第から分析してみたら。なんでこんなんで切れちゃうのかね、敵が。不思議でしょ。実はね、哲学を先に生きたから。哲学、強い哲学を生きたから。自分自身で。自前哲学を強く言ったからね。だから武道っぽいことだけでお経みたいな効果ね。ああなるほど、そういうふうにしたらそうなるやろうなと思うけど、なかなか真似はできないね。それね、いや、うちマトロンシャカ本人やからそれをなるべく出しちゃうねんで、それぐらい長いこと転生するし、で時々記憶取り戻すし、で、連続性がだんだん出てくるよ。違う遺伝子が出たのね。で、って、最初からある遺伝情報っていうのは、一個じゃないよ。割とあるよ、それ。うちの遺伝子は、ほんまに最初から見たらだいぶ変わっちゃったけど。それでも最初のメンバー、
まだ割とおる。だから思い出せん。でも大して思い出されへんな。だから。どこに敵がおるか分かってるだけ。っていう説明は、完全な説明はほんの一部。やっぱり哲学強いから。そこにいざるを得へんもん。うちの哲学のケースだけかもしれんけど。でしょ？なんでかって、そういうふうな感じを司る場所は、ここなんでしょ。ここなんでしょ。で、言うしかないやん。で、経絡勉強して、じゃあ。な？鍼灸の？針灸の？経絡勉強して、じゃあ、うちの言ってることは、ああ、わかるわ。で、どんなって言われるかもしれないな。どんな格論？そこは分かったよ、もちろんって言われるだけな。それ、五行分離と関係あるようだけど。でどんなのって言われる。説明しようがないよ。いや、武道やってるうちに気がつきました。ああ、そっか。終わりよ。いや、東洋医学の先生、全然武道習ってるから。あ、レアケースは違う場合もあるけど。大体学校で武道をやらんと、その、学校のスポーツ単位は、あ、もちろん、武道系以外もスポーツ単位取れるようになったけど、うちもそういうちょっと知ってる、ちょっと通ったから。ね。だけど、本来武道の、スポーツは武道だけの、そういう学系の学校って、本来の、ね。だからスポーツの単位絶対いるやろ、卒業するために。ね。だから武道絶対学んでんねん、実はそういう学系。だとしたら、経絡学ぶなんか、武道学ぶなんて意味ないやん。この説明で十分やろうけど、みんな嫌やろ、そういう医学系じゃない人たちは。武道の人たちも、そういう医学、進むで、普通、なんだかって、そういうお金のので生活できるやん。警察とかでもな、例え。一生警察の人も、まあ、おるけど、上に行くほど、な、出世する少数やから、いつの日か天下りするの。学校とか警備員とか。そして、そういう役の先生。うん、その、そっちもありでしょ。もちろん政治家もいるよ。ね。警察装備なんですよ。ね。だって、うち警察装備ちゃうけど、警察関係の家柄ですよ、うちは。ね。で、友達も警察関係者ずらりよね。ね。嫌でしょ。ね。困ったね。どうしましょう。あ、どうなのかな。じゃあ、アスカが助けてもらえるのかなじゃないで。彼女犯罪にズブズブしてるやん。だから助けに行かれへんやん。共犯って言われて、共犯って。共犯ちゃうのに知ってるだけやのに。な。でしょ困るやろうちの立場で。で、こういう言い方めっちゃ上手やろだから。うちにとっても安全やけど、アスカにとっても安全やし。で、関係者にとっても安全でしょこういう言い方。ずるいな、うちの表現力。そらそら、だって、お前、そうせんと生きていかれん人生でしたよ。こっちはこっちで。でしょさあ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 。